はい、いよいよ本日がプロジェクト H 第2回目となっております。今回はあの前回話し合った内容のこうサンプルが全部できてきているので、それ見ながら、はいはい、話せればなと思うんですけど。そうっすね。どうですかね、サンプル上がりは。いや結構上がりも良くて楽しみではありますけどね。なら、うん、そこはちゃんとまたハマってくれるかっていう不安もありながらなんですけど、いい反応してくれると嬉しいなっていう感じです。はい、はい、早速、はい、見ていきましょう。どうぞお願いします。じゃあ、今からプロジェクト H2 回目の打ち合わせを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応前回打ち合わせしてから、4アイテムのサンプルが今届いているので、今日はそれ見ながらちょっとデザインとかあとシルエットとかを修正できればなと思っています。はい、修正みんなでしていこうかなっていうところです。今日のこの修正で、まあ、しっかりみんなの意見じゃないけど気持ちを反映させていきたいなっていうところです。まあ、本会議みんなでこう決めたところから、まあ、ちょっと絵型に、デザイナーの渡辺くんの方でデザインと絵型を起こしてくれて、まあ、それ一回確認皆さんにしていただいてから、実際にこう形上がっていくと思ったんですけど、これがまずこれちょっとどうしてもやっぱりパターンが柄がちょっと生地乗せるのはまだ間に合わなかったので、ちょ形でこちらとあと一応柄がパターンこれが乗っかってくるようなイメージになります。ちょっと若干分かりづらいかな。これちょっと 3D 白く上がっちゃってて、はい、もうちょっと本当に黒く、あ、そうですか、ね、このイメージ色はこんな感じっていう、はい、入り方もうちょっとこう強い方がいいとかの方がいいです。まあ、柄が乗っかった感じだとそっちになるというか、その、そうですね。まあ、ちょっとそんなに丈長くない方がいいっていうところだったんで短く上げてますっていう感じですね。これ俺のサイズよね。確かに。これ M、S だったら、まあ、もう一回り S だとちっちゃくなる。なんか細かいところ。パンツはどうする？パンツもこれが今 M で作ってるけど、こっちを S に。一回履く9じゃん。ああ、はい。ウエストのセンスは結構ぴったりにするってお話だったじゃないですか。ウエストだけ、後部だけ、ちょっとゴムとか入れるのね。全然そのできます。シルエット変わっちゃったりとかはそんなに。それは全然ないと思います。このサイズ感結構いいなっていう。僕はもう。ウエストの感じもこっちは良さそうだなっていう。ウエストはまあ余ってるんですけど、ね、あ、ちょっと余るっすね。はい、こっちも変えたいっすか。ちょっと気持ち強くなっちゃいそう。結構パキッとしてますね。確かになんかブルー系の黒の方が良さそうですね。黒の感じすごいやるといいかなって、うん、ここら辺の配色がすごい綺麗、あ、でも茶色がちょっとこうやぼくなる。そうなんですよ。古着屋さんとかのテンションだとすごい茶色だと思う。これは多分もしかしたらちょっとするかもしれない。重ないですね。これ普段使い。切り返したらこう縦に切られないので、こう折らせちゃいます。このリズムとって。結構明るくなる。もっとでかい空間。僕的にはかなりでかい。さっきよりかなりでかい。そのシャツぐらいの選手。そうですね。言ったらこんぐらいですかね。袖、とか。袖とかの長さとかサンプルが上がってきたタイミングの、まあ、そこのクオリティとかも見ながら。ああ、なるほどです。進めたら。はい、最初は。1個ずつ考えてたけど、もしかしたらこれ両方いいから両方いっちゃおうみたいなこともありかなとはちょっと思ってたんですけど、はいはい、あ、なるほど。まあ、さっきウエスタンの要素を足してクレリックというか配色の要素を足してで、さらに取り外しもできると取り外しすると、まあ、1枚で切れて、こ
これが別でも使えますよっていうところをシャツにじゃあどっちをベースにするかまず決めた方が良いって感じですかね。ちょっとミリタリーグリーンっぽいやつを使って、そうですね、トーンをちょっと明るくするような、うん、そのまま明るくするような感じで、やりたくて、うんうんうん、ランドセル、用意しました。まず、まあ、リュックからランドセルということで、まあ、作ったんですけど、サイズもちょっと展開してみました。ショルダーにする手持ちで、外した手持ちになるやつと、まあ、ショルダーになるやつがあると、まあ、こう使いやすいかもみたいなところがあったので、ここのベルト部分とか、まあ、それこそランドセルにするしますランドセルにしないんだったら細い方がいい、うん、一回シミュレーション上げれたら上げて確認してもらって、またちょっと微調整あればそれでデザインお願いします。またなんか言えなかったことあればすぐにであれば反映できると思うんで、はい、また言ってもらって、はい、もうちょっとその進行しちゃうとあれですけど、あればまた言ってください、はい、じゃあ一旦今日は以上で、はい、大丈夫ですかね、はい、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。今回早速サンプルの方を上げていただきまして、全部すごいクオリティで上がってきたので、これからまだ修正加えていくんですけど、どうなるかめちゃくちゃ楽しみです。思っていたよりも非常になんか素敵な商品がどんどん上がってきたので、ここからどんどん修正加えてもっといいものを作っていければなと思っております。自分の描いた絵だけで想像してたやつが実際にものになった時に、これまた違うなっていうのもちょっとあったんですけど、やっぱりめちゃくちゃ可愛いなと思ってて、これも皆さんにお届けできるのが楽しみでございます。現場の雰囲気もすごく良くて、やっててすごく楽しいです。セカンドサンプル、またよりいいものが上がることを楽しみにしてます。はい、ということで第2回プロジェクトエイジ終わりましたが、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構、はい、そうですね、いや、すごいリアルな本当反応が見れて、うん、すごい面白かったですね。そうですね、はい、めちゃくちゃ良かった。なんかまあちょっとこれから修正ちょっと入れないとなっていうと、そうですね、ちょっとシャツのところとかは特に本当にリアルな点々点みたいなところもありながら、だそれが実際どうかなっていうところもあるんで、まあそこはちょっと詰めていきながらかなっていうところではあるんですけど、なんか最初やっぱり僕らが納得できなかったら、はい、それはもうちょっと今回はもうやめようっていうのもありかなと思うんで、本当にプロジェクトメンバーの思いがちゃんと詰まって、自分からちゃんとお勧めしたいっていうものにならないとダメかなと思うので、あれはちょっと一回考えましょう。考えましょう。早く、はい、そうですね、ちょっと皆さんにお届けしたいなと思います。そうですね、楽しみですね、はい、はい、じゃあ次回もお楽しみ、はい、お楽しみに、はい、ありがとうございます。